3つ目こちらです。じゃんじゃん、楽しみ方はいろいろだと思う。はい、ということでこういうサイトをやるようになってちょっとこう楽しかった、これ良かったわって思うことってありますか？サイトをやってですか？サイトをやって楽しかったこと、さっきもちょっと話したようにこちらからはあまり宣伝してなくて、うん、で私がそのサイトの管理人だってことも仲間内以外にはあまり言ってないんですけども、はい、なんかこう人づてに聞いたのか、その落語会でこうあの白菊亭の管理やってらっしゃる方ですよねいつも見てます頼りしますって言われると、やっててよかったなって思います。でもなんかいつも見てるサイトの管理人の人もし分かってたらちょっとどこかでお見かけしたら声かけずにはいられない心理は分かりますね。そうですそうだと思いますよそうか、嬉しいですね。あとやっぱりその落語見ながら始まるまでの間スマホで白菊亭見てる人とかもいるんじゃないですか？あ、いますね。ね、次の情報みたいな。座ってて隣の席で、うん、隣のお客さんがこう見てたりとか、うん、後ろの席で、うん、なんかその白菊なんとかっていうホームページにいっぱい情報載ってるらしいよとかってこうこしょこしょ話してるのを聞くと内心ちょっとね、いや本当そうだと思いますね。料理につきますね、そんなこともあったということなんですけど、実際その落語家さんと仲良くなったとかっていうことはどうですか？これはですね、あの桂志功さんというその最初に中仙で出会った落語家さんのおかげで、うん、あの東京や関西から来られるいろんな落語家さんとご一緒させていただく機会ありまして、はい、なかなかそのめったに聞けない裏話なんかもたくさんこう聞けて、でそのネタについてもこのネタにはこういう意図があってこういうふうに作られてるとか、こう自分はこういう思いでこういうふうに今日は演じたんだとかっていうような話までも深いところまで聞かせていただけるので、それはすごくありがたいことですね。いいですね、役得ですねそれおかげさまで本当ですか？そうそう、今日ちょっとこれもご紹介したいんです。たぬき寄せがあります。8月2日たぬき寄せということで、たぬき工事5丁目の札幌プラザでね、またこれ定期的に行われておりまして、たぬき工事にその常設のねそういう寄席の小屋をね作りましょうみたいな、そういう動きの一つでございまして、この寄席の私最初の会の時にね、あ、いいなっていうふうに思ったの、その私が行った、落語会、いわゆる落語会と全然違って、お弁当を食べたりお酒飲んだりしながら、すごくその落語家さんもお客さん、客席のお客さんいじりながらですね、アットホームにワイワイやってて、ああこれはね、うん、今度うちの両親連れてこようと思ったの。うちの両親とどっか連れてきたくても、映画だってほら一緒に楽しめるものなかなかないし、お芝居なんて言ったらまた敷居が高くてですね、うん、なかなか両親を連れていくっていうとハードル高いんですけど、あ、寄席はいいなと、落語会よりもまずは寄席に連れて行こうと思いました、うん、楽しみ方いろいろですよね。あの東京には寄席が今4つあって、そこ毎日やってるんですよ、うん、お正月も毎日やってるんですよ、はい、なのであのお客さんもすごくこうフラッとね、その日に決め、うん、今日行ってみようかなとか、今日行こう、どれ行こうみたいな感じで行けるので、うん、で中でその飲んだり食べたりもできますし、うん、あの一つの公演、昼の部夜の部、まあ、大体2回あるんですけども、一、はい、つの公演が 4,5 時間あるので、うん、途中から入ってきて途中で出てったりっていう人もいるので、はい、非常にこうフランクというか緩い会なんですよね、うん、で地方ではそれがやっぱりできなくて、ホール落語というそのまあ市民会館とか、はい、教育文化会館とかそういった大きなホールで、はい、そのいついつやりますよって日時を決めて、チケットはいついつ発売しますよっていうのも決めて、うん、マイル券を買って当日まで楽しみに持っていて、仕事のスケジュールも調整して、そうそうこの日は残業できないぞと思いつつ、そうそう、はい、チケット握りしめていくっていうスタイルが長年あったので、うんうん、はい、あのそういう、こう今回のたぬき寄せみたいに、うん、そのあの中でこう飲んだり食べたりできるとか、そういう本当に寄席の雰囲気を、うん、あの持ったスタイル の, あの落語会っていうのは札幌では多分珍しい、うん、し新しい楽しみ方の一つになると思います。ぜひこの寄席というのも、札幌もそういうふうに東京みたいにね、今日行こうかと思ったらプラッと行ける小屋できたらいいね。
そうです ね, ね本当にそんなのできたらいいな。でもそのためには毎日出てくれる落語家さんがいないとダメなので。落語家さんもいっぱいいないと。そうなんですよね。落語の楽しみ方って人それぞれいろんなパターンがあって、はい、自分の好きな落語家さんをただ一人ひたすら追い続けるっていう人もいれば、うん、はい、そのこの場所でやる落語会が好きって言って場所で選ぶ人もいれば、何でもかんでもとにかくいっぱい見に行きたいっていう人もいれば、うんうん、はい、その好みも楽しみ方もものすごくこう、はい、あのバラエティに富んでいて、なるほど、もうあの千差万別なので、うん、そのなんかこう東京から来たブームにそのまま乗っかるだけじゃなくって、札幌らしい落語の楽しみ方とか、うん、自分の落語の楽しみ方っていうのが、はい、こうなんかそれぞれ見つかっていけばいいなっていうふうに思ってます、はい、面白いですね。そんなわけでこう楽しみ方っていうのもいろいろだと思うと、そういうふうに生まれている南さんなんですけれども、だんだんそのこういうサイトをやってると、あのうちの地域でも呼びたいんだけど手伝ってみたいな問い合わせないですか？あります、あります、うん、ある日突然電話がかかってきて、電話かかってきて、はい、あの落語家さん呼びたいんですけど、うん、白菊亭さんにお願いできますかとか、はい、かかってくるんですよ。で名前がまた白菊亭だもんね。そうなんですよ、はい、でうちはその落語会の情報を発信しているだけで、紹介しているだけで、はい、私たちがその企画運営をやってるわけではないし、落語家さんの斡旋もしてるわけではないんですよってご説明するんですけども、はい、最近特にそれが多くなってきているので、で何とかしなきゃいけないと思って、何とかしたいなと、うん、であの実際に出張落語を受け付けてやってくれている団体っていうのも札幌にいくつかあるんですよ。うーん、そういうのもあるんですか？あの学生さんの団体だったりとか、社会人落語の団体だったりとか、あと、プロの話し家さんでもその呼んでくれれば来ますよっていう人もたくさんいるので、で白菊亭自身はそこまではその斡旋とか企画運営までできませんけども、うん、やりたい人と来てくれる人をつなぐっていうことはできるかなと思って、うん、ちょっとそういう仕掛けを今考えてます、うん、まだちょっと具体化はしてないんですけども、うん、はい、いずれそういうことをやっていきたいなと思ってますって言ってしまったので、やらなければいけませんね。いや十分じゃないですか。そのやっぱりこうそういう呼ぶ、そういうこう出張出前するところもあるっていうこともね、うん、サイトでご紹介するとまた見た方がその楽しみ方の一つとして、うちの地域に呼びたいとか、その身近な、落語家さんごひいきを見つけて応援したいとか、なんならこう見ることで育てたい、まあ、ちょっと育てたいって言うとおこがましいけれども、そういうふうに思う人、役者の世界だってよくありますよね、うん、いやそういうことがもっと札幌で増えていけばいいなとは思ってます。たぬき寄せもですね、昼の部はあの社会人落語が見られますので、そういうのを見て、あ、なんかちょっとおいらもやってみたいなという人がね出てくるとまた面白い、なんかぼちぼち出てきているという噂も聞きますよ。そうなんですね。私も身近な人が一人やってますのでね、ちょっと私も実は興味なくもなかったりなんかして言っちゃった。こちらたぬき寄せ3回目なんですけれども、8月2日土曜日にございます。最初はこう自分が欲しかった情報、それをあの実際自分で作ってしまったと、それもなんか本当に手作りでボランティアでというところが、もう今は本当に同じ思いの人がたくさん見に来てですね、口コミで広まってアクセスもどんどん伸ばしています。ぜひその、白菊亭のサイトも見ていただきたいんですけれども、どうですか最後に一言。あの白菊亭のトップページには、うん、今日の落語会から今日の落語会、12コマ、うん、いっぺんに見られるようになってるんですよ。今日とか明日、あと今度の週末ぐらいまでとかっていうのが、はい、でも直近でそのやってる落語会がまずバーンとトップページにあって、うん、でそれ以降はあの、半年先ぐらいまでの、うん、で分かる範囲で、あのいつどこでどんなのがあって、チケットの発売はいつからっていうのも載せてますので、はい、あの本当に気軽にその半年先じゃなくても今度の週末どっかで落語聞きたいって思った時にどこでやってるかなっていうのを探せると思うので、うんうん、そういう感じで見ていただけると嬉しいなと思っております。そういう楽しみ方もできるよっていうところを分かってて、あのプラッと見に行けるようになると、これもまた粋だなと思いました。 ね
ぜひ白菊亭で検索してみていただきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日のゲストは札幌落語白菊亭の船見京子さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。